すいません、一応ねさっきのこのバイオブロリーね、これプレ企画に回そうと思ったのに、いいのが出たらね、まあ、6000近く使ったんでプレ企画に回そうと思ったの。でもさすがにこのボロボロはプレ企画に回せない。皆さんこれだけだと皆さんね、本当に動画を見てもらった方にもすごいちょっと申し訳ないなって思いますんで、ガチャをね、ガチャをやってきました。はい、今度はいつ前もやったところと一緒ですね。こういう白い箱で出てきてっていうところで、それがこちらになります。ここ大体ね、ここのガチャは設定が良くて3000円に1回ぐらい、まあ、10回に1回ぐらいはいいのを出してくれるようなガチャガチャになってて、でしかも1回300円なんで、まあ、某600円のねガチャとはもう全然わけが違うわけですよ。まあ、こうカードショップの、ガチャとはねちょっとわけがでまたこれをやってきたので、これをちょっとね今から開封していきたいと思いますね。はい、こちらになりまして、はい、行きましょう。カモンカモン、カモン、はい、カモンカモン、はい、カモンカモン、レアレアオーブの、少年期と、はい、次行きましょう。2パック目です。レアレア、そしてはい、2パック目はビルさんと、3パック目レアレアスーパーレアという形になりました。はい、こっちはね300円だから、うん、300円だからね許せる。レアスーパーレアのミラという、コモンレアレアで、はい、スーパーレアの、そして皆さんここで来ました。でここの、カードの特徴あたりはこうやってバーコードがついてます。ここ他のやつの箱には何もこうやって入ってないんですけど、どうもここのあたりを見分けるのはここにバーコードがついていて、その商品名が書いてある。なのでこのバーコードが出てきた瞬間に俺来たなと。レア、さあこの次です、さあこの次です、この次が来たのがレアで、あ逆だですよ、7パック目で来たのがこれです。バーダックのシークレット、はい、でパワーも強いですし、ごめんなさい6パック目かごめんなさい6パック目ですね。はい、来たのが6パック目で当たりが来ました。はい、シークレットですよ、シークレット、はい、シークレットのバーダックで巨大化できるバーダックですね。はい、もともと5500のこのカードが、自チームの体力が例えば、まあ、1万4000あったとしようか、1万4000あったらパワーが1万4000上がるんで必ず桁超えするというカードです。自チームに体力すごいあるチームだとものすごい有利に働くカードです。出ました、はい、はい、レアレア、はい、でスーパーレアのレアレア、はい、スーパーレアので、ここまで買った時点でガチャを見たら、カードの販売中っていうところが、ガチャの販売中っていうところ売り切れになってたのね。で売り切れになってたんで店員さんに声かけして、これまだ入ってますかって聞いたら、いや売り切れですって、これで終了です、もう当たりは入っていませんということで、なんと2400円、まあスーパーレア多数とバーダックが手に入ったこのシークレットですね。ここのガチャはいいです。ここのガチャは、カードショップの紹介動画で紹介してます、生き方をね。トレーダーズさんの2階にカードショップがあって、そこのガチャはすごい結構良心的な設定です。前も確かすごい悟空のいいやつが当たりました。うん。ここのガチャは皆さん、OK です。はい。トレーダーズさんのガチャはありです、皆さん。そんなコーナーで、今回のガチャレビューはこれまで。次回すごいたくさん。あるカードショップのガチャガチャを空にしてきました。次回はそのレビューをさせていただきたいと思います。こちら綺麗なので、こちらとこちら、この2枚をこの2枚をね、今回今やってる今月の25日10月の、25日までやってるプレ企画の、当選にこの2枚を追加いたします。僕もね本当はもっといいの出したかったの。6000円ぐらい使って、まあ、合計1万ぐらい使ったんで、本当はね、もっといいの使いたかったの。でも、なんとか侍さんに、
な感じなので、あのなんとかドームラさんカードは安いの、うん、カードはすごい安い、うん、でそこで買ってきました。買ってきたのはすいません、ゴールデンフリーザ1枚私が取っちゃったので、はい、ゴールデンフリーザを1枚追加、再録じゃない方、再録じゃない方のシークレット、バーダックのシークレットがこの価格であったんで、他のお店だと2500円とか3000円とか2500円プラス税とかなんだけど、ここのカードショップはなんとか侍さん、あのカードの値段はすごい良心的で、すごいあの税込みだよ、税込みで1690円で売ってくれてたので、これ買いました。ガチャを出たこの2枚、この4枚をさらにプレ企画追加させていただきます。ですので122名当選ということだったんですが、はい、126名に当選者を変更させていただきます。はい、プレ企画当選者を122名ではなく126名に、増やさせていただきます。チャンネル近藤でした。バイバイ。